国士無双。それは国中に二人といない優れた人物のこと。それが特級中士試験に何の関係があるんだよ。国士無双を面で表現するっていうのが試験の内容だったんだ。国士面？なあ、どんな風に作れば国士無双の面なんてできるのかさっぱりだ。それはね、この岩を使ったんだ。岩が面に？ますますこんがらがってきた。この蘭州産の岩を砕いて煮込んだ上澄み液、淡水を数滴練り込んで作った麺は弾けるようなコシが生まれ、水を使わない分小麦と卵の旨味を直接伝えられるんだ。そうして作ったこの麺だけで勝負できる中国一美味しい麺はまさに国士無双。試験中にいきなり岩を煮込み出した時はどうしようかと思ったわよ。ごめんよメイリー。よしできた。これが劉魔王神特製国士無双淡水麺完成。